これが噂の PUBG。 僕もとうとう PUBG をやってみることにした。いやー楽しそうだな。まあ、とりあえずここに家がある。家があるからここでねちょっと物資をね調達していこうかなと思う。まあとりあえず周りにはね飛んでいる人が誰もいない。よし、僕が一番乗りだ。このまま家の中に行って武器を奪っていくぞ。とりあえず周りには誰もいない。この中で武器がありそうなところを探していくしかない。まあ、最初にやっぱショットガンとかアサルフ。さてこの中に何か、おっ、ベスト入ってるじゃん。こん中になんか武器とか入ってるんじゃないの。バックパック。いいね。バックパックの中にもしかしたらなんか拳銃とかナイフとか入ってるかもしんないね。中身を確認していこう。いや、スクミズばっか。スクミズばっか。いや、変態住んでたのかな、この家。いや、待って。なんかさ、いや、もうなんかなんで、いや、なんかいろいろさ、防護服とかナイフとかあるじゃん。いや、もう武器とか欲しかった、マジで。持ってくけどさ、一応。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。ちょっとね、さすがにスクミズを切るのはちょっと気持ち悪いんじゃないかなと思ってるんですけども、今回もね、モッド紹介頑張っていこうかなと思います。今回はですね、パラシュートモッド、バックパックモッド、スクミズモッド、この3つをね、使ってるんですけども、どれを紹介するでしょう。そう、バックパックモッド。ちょっとあんだけスクミズを押しといて、いや、スクミズじゃないんかいっていう人もいるかもしれないんですけど、スクミズモッドはまた違う茶番を考えて、なんか夏ぐらいになったらちょうどいい時期になったら投稿しようかなと思ってます。ということで、今日はね、バックパックモッドを紹介していこうかなと思います。これね、ちょっと便利なんで異世界クラフトとかでね、導入していこうかなと思ってるんですけども、というわけでまずね、バックパックの作り方を紹介していこうかなと思います。こちらのね、作り方なんですけども、こちらはですね、牛の皮おかしいな、皮をね、こうやって、まあ、並べると、普通にバックパックを、作ることができます。はい。で、バックパックを持った状態で、右クリックすると、こんな感じでね、まあ、普通の通常のインベントリがここだけなんですけども、さらに加えて、まあ、この分追加されると。まあ、だから、バックパック持ってれば持ってるだけ、もうどんどんね、もうどんどん追加されていくから、こんな感じで。こんな感じで、ね、どんどん追加されます。で、あとですね、なんかスニークしながら右クリックするとね、なんか名前付けられるらしいんですよね。こんな感じで。はい。あ、できた。とりあえずじゃあ、スクミズバックということで、はい。まあこんな感じで、スクミズっていうね、名前を付けることができます。で、まあね、他にもなんかいろいろいっぱいあると思うんですけども、こちらはですね、なんか、単純にバックパックに色を付けられるってだけであって、まあ普通にね、まあなんかせっかくマイクラ内でもおしゃれをしたいっていう人は、なんかこんな感じでね、色を付けると、まあおしゃれをね、こう、気取れるっておかしいな。ちょっとおしゃれ見せつけられることができます。まあ、試しにね、ちょっと作り方見てみるんですけども、レッドバックパックの場合は単純にこの、さっき真ん中空いてたと思うんですけども、真ん中にね、赤色の染料を置いたりしたり、このイエローバックパックだったら真ん中に黄色の染料であったり、ホワイトだとこれ何なんだろう。あ、ホワイトだとコップみたいな感じですね。で、次にですね、ビッグバックパックの方を紹介していきたいなと思います。こちらね、量がすごいんだよね。これラージチェストと同じぐらいかな。まあ、さっきのと比べると、もう一目瞭然で、だいぶ2倍、3倍ぐらいになってるよね。2倍ぐらいだね。うん。で、こちらの作り方なんですけども、こちらはですね、ターンドレザーって言って、さっきとね、ちょっと変わったね、違う革を使う必要があるんですけども、こちらはですね、まず、革2つと、糸を、7個合わせて、このなんか、バウンドレザーっていうのを作る必要があるんですよ。で、バウンドレザーを、かまどとかで焼くと、さっきのね、ターンドレザーに、変えることができます。で、ターンレザーにすると、さっきのね、ビッグバックパックを作ることができます。まあ、こんな感じで。まあ、色違いはね、さっきと同じ感じで、真ん中に染料とかイカスミを置いていただくと、作ることができます。はい。で、バックパックが、あともう2種類あるんですけども、そのうちの1つが、ワークベンチバックパックっていうことで、バックパックと作業台をね、こう合わせたものを作ることができます。こちらの作り方なんですけども、先ほどの革で、真ん中に作業台で、ビッグの方も同じだね。真ん中に作業台を置いていただいて、ターンドレザーを周りにやると作ることができます。で、こちらはね、右クリックした後、このね、ちょっとね、普通のバックパックと比べると、その収納スペース的なのが狭くなっちゃうんですけども、まあ、作業台をね、こう、わざわざいちいち出したりしなくても、手元でできるっていう感じですかね。まあ、こんな感じで。で、ビッグワークベンチバックパックの方はもうこんな感じで、ちょ、2列になって、で、作業台が追加されていると。で、次がですね、エンダーバックパックということで、こちらね、結構便利なんですよね。こちらの作り方は、まあ、革をこうやって周りに並べて真ん中にエンダーチェストを置いていただくと作ることができます。まあ、なんて言うんだろう。簡単に言うと、持ち運べるエンダーチェストみたいな感じで結構ね、便利なんですよ。で、例えばこう普通に、自宅にエンダーチェストがあって、例えばこうパラシュート入れるじゃないですか。で、こうエンダーチェストこうやって、エンダーチェストじゃないわ。エンダーバックパック開けると、こうやってね、
他のエンドアーティストと共有して、こうやってね、物をね、運べることができるんですよ。まあだから結構ね、これ作っておくと、まあ普通に便利なんじゃないかなって思います。はい。だからあれだよね、いちいちさ、エンドアーティストってなんかさ、運ぶときって壊さなくちゃいけないじゃん。この場合さ、運ばなくてそのまま手元で全部さ、なんか引き出しとかできるからさ、すごい結構便利だよね。便利しか言ってないな。ということでね、以上でモット紹介終わりにしようかなと思います。珍しくめちゃくちゃ便利なモットをね、紹介しました。皆さんぜひ使ってみてください。はい。スクミズモットの方はまた後で、また後で楽しみにしておいてください。はい。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるのでそっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねバイ。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。